意味ではどうなんですかね、メンタル的な部分でいうと、選手のこの1戦目先に取ってからいっぱいした方が有利なのか、それでもいっぱいしてから1勝してからいっぱいした方が有利なのか。いっぱいしてから1勝、両方いっちゃいましたね、ちょっとこんがらかっちゃいましたけどいっぱいしてから1勝の方がメンタル的にはやっぱり上向いてるという状況だと思いますから、ここでじゃあイモータル77側としてはどう挽回するかというのは一つ課題と。そうなってくると思いますね。さあそして見ていきましょう、バーン&ピーク入れ替わってブルーサイドにデトネーションカスミ、レッドサイドにイモータル77ですけど、イブターゲットバーン、いやエンゲージのところ完璧でしたからね、それを考えると、まあ、バーンせざるを得ないのかなという感じもしますね。これら辺はやはり BO5 の一つ特徴が現れてますね。そしてライズバーン、ここは変わらずアニー、そしてノーチラスということですね。ノーチラスは2戦目から、あ、アニーは2戦目から続けて、そしてノーチラスは1戦目からのバーンですね。さあそしてアジール、おシェンまでバンですか。なるほど、サハはターゲットバンが非常に展開されてますけど、こうなるといろいろなチャンピオンが開くわけですよね。そうですね、まあ、レクサイ、グラガス、あとはアリスターも開いてますね、ナーも開いています。ここあとランブルもずっとセブンセブンがバンしていましたが、今回は開いていると。おそしてファーストピック、後期シビルを渡す形になりますね、無益選手に対して。アリスターもですよ、これはどういった意図が。ドラフトのところでわざとシビルとアリスターを取らせることで他に空いてるチャンピオンを取りたいということだと思いますね。そうなると、まあ、グラガス・レクサイのどちらかとビッグもしくはランブルあたりですかね。ただこういったドラフトの時ってトップグラガスなんていうのを取ったりとかする傾向もありますけど、あやはりアリスター・レクサイと取りましたね。まあすでに後期が取られているということで AD キャリー急ぐ必要はない、ということもあってアリスターとレクサイという、まあ、今非常に強いチャンピオンをピックしましたね。さあそしてただレクサイナーフ入りましたね、ゴーティッツさん、打ち上げの範囲が200から160に縮まりましたね、まあ、影響的にはどうなんですか。セイントビシャス選手は、うまいレクサイのプレイヤーほど影響を受ける、ナーフだろうと言っていましたね。例えばこうダメージを受ける際に打ち上げることで無効化するといったようなプレイングもありましたから、それが非常に難しくなったということで、まあ、結構、ね、ナーフを受けたと言えると思いますね。なるほど、うまいプレイヤーほどということですけど、さあそしてピックの方進んでますね。ランブルやはり来ましたね、バンされなければ使うと。そういうことだと思いますね非常にコメントが面白いいやちょっと思わずクスって笑っちゃってヒートゲージは大切にっていうスマートキャストはってちょっと面白かったですじゃあそして、1戦目と変わらずジョアンナ、そしてヘカリムとシビルですね。これで、まあ、AOE のエンゲージ、そして AOE ダメージといったところが強化される形になりましたね。セブンセブンとしては、敵のバックラインの圧力が非常に強い構成になっていると言えると思います。対してフォーカスミーがどういった構成を見せるのか、この時点でランブルと後期が見えていますね。バックラインの圧力であったりポークであったり、そしてジャンナがいますからディスエンゲージが得意な、まあ、構成になっていると言えると思いますが、ポークコンプにもできるということですよね。そういう形になっていると思いますねそしてこのエコージャングルに使ってミッドレーンでポークタイプのチャンピオンをピックするという形ですかね。なるほど、ファーストピックに後期を取ったのはこういった理由があったということですか、ね、そういうことだと思いますね。ここで一つ興味深いのはイズリアルが AD に行くかもしれないということですね。ランブルも後期もマジックダメージが豊富なチャンピオンです。ここでミッドレーナーまで AP ダメージにしてしまうとちょっとマジックダメージが肩かなと。なるほどそれを見てラストピック即ロックツイステッドフェイト初ですね、はい、今かなりツイステッドフェイト注目を浴びてるんですよね。そうですね、まあ、少数戦がかなり頻繁に行われるようなメタになってきたということもあって、そして少数戦といったらやはりこのトリニ TF ですからね、ツイステッドフェイト、これもバックラインの圧力が非常に高い構成になってますね。
さあバックラインへの圧力、イモータルセブンセブンとしてはもうこれは集団戦も非常に強いようなコンプ、そしてツイステッドフェイトがいるという形ですよね。いやただこれどうトップレーンのマッチアップは確かランブル VS ヘカリムってランブルの方が有利だと言われてますよね。そうですね、まあ、やはり、MS の上昇といったところ E のスローで抑えられますし、火炎放射の AOE ダメージ、ダメージ交換するところをヘカリムに対して有利が取れる、といったところが大きいですね。そして後出しでイモータル77としてはヘカリムを出したわけじゃないですか。エビ選手こう勝てるという自信があるというよりも、まあ、レーンのマッチアップというよりも集団戦の形を意識した上でのピックだと思いますね。先ほど、後期ランブルジャンナが見えている状況でヘカリもピックしました。後期ランブルジャンナ、まあ、ディスエンゲージもあってポークもある構成、あポークコンプの可能性が非常に高いなと、ですから敵のバックラインに入っていけるヘカリもピックしたという意味合いが強いと。あなるほど、もうすでにこの時点3チャンピオンを見せた段階で分かっていたと、予測していたということだと思いますね。ということはレーンというよりも中断戦を意識した上での、特にミッドゲーム以降を意識したピックになっていると思いますね。なるほど。さあその上でチームコンプ出揃いました。そして予想通りですね、レボルさん、ミッドレーンのイズリアル、クレンズ。そうですね、スマイトを持ってないわけですから AP ビルドに進む可能性は非常に低いと言えると思います。ですから AD イズリアルになると思いますね。この理由としてはやはりイズリアル以外の4チャンピオンがマジックダメージに偏っている、チーム全体のダメージのアウトプットがマジックダメージに肩になってしまうので、それをまあ抑えるためにもミッドに AD チャンピオンを置いたという形になっていると思いますね。これをすることによって敵のタンクラインのビルドの進め方に非常に難しい形になると言えると思いますね。特にトップレーンですよね。そうですね、そしてまあレクサイもですよね。あなるほど、確かに、ま、MR を積めばいいというわけではない、このお金のところコストがかなりかかってしまいますから、セブンセブンとしてはビルドの進め方一つ気をつけなければならないと言えると思いますね。さあその上でチームコンプ出揃いました。改めて簡単に各チームの狙い教えていただけますかね。フォーカスミーはポークのポークが核になっている構成だと言えると思います。そこで、ジャンナとエッコーとそしてランブルがカイト引き打ちするような環境を作り出すのが狙いになっていると思いますね。先ほどとジャンナ打って変わって、敵のフラッシュ敵の前に出てウルトを打つのではなく味方を守るような形のウルトを使うといったところが特徴になると思いますね。一方のセブンセブンは敵のバックラインへこのイズリアルとコウキセロ選手とイトポン選手を狙うような構成になってますね。シビルの MS の上昇を受けたヘカリムレクサイアリスターが敵のバックラインに入っていき、なおかつ TF がウルトを使って、イズリアルコウキにプレッシャーをかけるというような形になっていると言えると思いますね。各チームとしては狙い通りのコンパはお互いできているとそう言えると思いますね。なるほど、しっかりとした構成になってますね。その上でどちらが有利とかいうのは若干このピックだけでもありますか。有利不利は正直言ってあまりついてないと思います。ついてないとプレイング試合でかなり変わるような形になっていると思いますね。ですからフォーカスミーとしてはジャンナとエッコーがどれだけ、解凍できる、引き打ちできるような環境を作り出せるか、一方セブンセブンとしてはヘカリムと TF がどれだけ敵のバックラインにダメージを与えにいけるかどうか、この2人のそれぞれプレイヤーが重要になってくると思いますね。なるほど、つまり、デトネーションオーカスミーで言うであればセロス選手とロケニア選手、そしてイモータルセブンセブンであればエビ選手と、ちょっと画面が変わっちゃったので見れない名前ができないですね、ミッドレーダーだったかな、そうですね、アルビンゴ選手ですね、はい、さあマッチアップ見ていきましょう。こう連のマッチアップではランブル、ボニー選手の方が有利だと思いますが、エビ選手としては耐えて中盤以降の集団戦のところで爆発したいというような形になっていると思いますね。さあそしてジャングル、俺はセブンセブンのレクサイはアリゲームからガンクしていくのが得意だと思いますから、そしてアリゲームで有利を作っていってバックラインの圧力を高めたいと思いますから、どんどん試合を動かしていきたいセブンセブンと守りたい、フォーカスミーだと思いますね。そしてミッドレーン、ここ TF がどれだけウルトを使ってロームができるかが鍵になってくると思います。セルス選手としてはロームされないように圧力を与えていきたいですよね。そしてエリキャリー、あれボットレーンはずっとセブンセブン側の方が有利な、ま、マッチアップになっていると思いますし、動き方からしてもセブンセブン側の方が有利レーンではないかなという感じがしますね。ですからボットレーン押し込んだ上で TF をボットレーンに呼び込むような形が作れるとベストですね。さあ呼び込む形が作れるのかどうなのか、一つキーポイントのアルビンゴ選手見ていきましょう。さあ始まりましたリーグオブレジェンドジャパンリーグ2015シーズン2セミファイナル第3試合目、デトネーションフォーカスミー VS イモータルセブンスヘブンの試合見ていきましょう。
開幕少し面白い動きをしているのはロケニア選手ですね。これ後期ユトポン選手がちょっと前に行ってますね。スワップ警戒ですか。もうすでにだってワードを置いているんですよね。これ面白いことにこちらこれワード切れますよね。入ってくるのを警戒したという形になってますね。入らなかったことはただ映りましたね。確認できた。ここ早いスタンバイが早いですね。セブンスヘブン側からするとやはりこうスワップした際の恩恵がかなり大きな構成ではあるんですよね。スワップして2対1のレーンの状況を作った上でさらにジャングラーとトップレーナーがそこの 2人いる状況のレーンに参加してフォーマンガンクもしくはタワーを折ってサイドレーンのタワーを折って、TF のウルトの圧力を高めることができますよね。それを狙うのかなとそういう予想があっての FM の動きだと思いますね。その動きをするための準備としての、レベル1の動きを早めに察知するために、ジャンナーや後期がああいった動きをしたということだと思います。さあそしてスタートアイテム先ほどの試合ちょっと僕見れてなかったんですけどコインスタートでした。先ほどはエッジでしたですよね、はい、今回は回答がその引き打ちがいかにできるかが重要だと思いますからそれを達成するために早めに、TOA タリスマンを積むために、レベル1からコインを買っているということだと思いますね。なるほど。こういった狙いコンプによってもやっぱりアイテムビルドはそうですね、まあ、レーニングだけに集中してしまうとゲームに勝てるものも勝てなくなってしまうと先を見据えた上でのビルドそしてそのビルドに合った動きが求められてくると思いますね。さあイモータルセブンスヘイブン先ほどと同様グロンプを勝ってレベル2先行して有利を取ろうといった動き対するデトネーションカスミはゴーレムはやらない選択肢からのレーニングスタートボットレーン。ただやはりそうなんですがちょっとコインだとレーニングはあまり強くないんですよね。ダメージ交換のところでエッジに比べるとダメージは低いですからね。それもあってセブンセブン側の方がボットレーンの有利を取りやすい状況になっていると言えると思いますね。ということは今回は先ほどの2試合目みたいにこうずっと押されるという展開にはあまりなりづらいとそうだと思いますね。そしてサマナースペルの選択もアリスタはイグナイトロケニア選手はイグゾーストですからねそれを考えるとやはり、サマナースペルの選択からもセブンセブン側の方が圧力を生み出しやすい形になっていると思いますね。さあきっちりワードで、映りましたね。サンス選手の動きこれはアスタラール選手の置いたワードで映ったという形に入ってくるのも気づいてるでしょうね。サン選手はソナーで確認しましたね。いないことを確認しました。さあミッドレーンに圧力をかけうるのかお互いジャングラーとしてはこのような位置トリンケットで映ってますね。ただしイズリエルはブリンクがありますからね。アルビンゴ選手がスタンでスタートしないとあっとっとトップレーンのエビ選手がかなりヘルスが削られてますね。おっとボンジー選手がうまくレーニング進めていってますね。ちょっとグループステージを通してこのボンディン選手というのはあまりなんていうんですかねオフェンシブというよりもディフェンシブなイメージが非常に強いんですが今回はまあマッチアップレーンのマッチアップのところで有利が取れているというのを生かしてかなり積極的に敵のエビ選手がヘルスを削るような形で作っていってますね。エビ選手かなりレーニング強いプレイヤーなんですけどねやはり不利なマッチアップを覆せるほどの差が、まあ、ボンジー選手とエビ選手の間にはないということだと思いますね。まあただエビ選手からすれば役割はここではないというのも分かってるでしょうからそうですね、まあ、レーニングでキルを取りに行くことよりも、まあ、トリニティフォースを積んだ中盤のパワースパイクとして集団戦のところで狙っていくといったところが重要になってくると思いますからね。さあ3入る3入るがアスタロ選手も寄っている。イグナイトはもう決めているすでに打ち上がっている。フラッシュを切ったがここにフラッシュインで入ってくるがアスタロールスタンはうまくかわしている。打ち上げたのは3非常に素晴らしい。トップレーンのところ一度のガンクでフラッシュを落としましたね。これでもう一度トップにガンクが入る可能性が非常に高くなりました。トップレーンの主導権がこれで一つのガンクで一気に逆転したと言えると思いますね。さあサン選手ワンプレーで逆転させたフラッシュもないですが当然プレッシャーもありますからねかなり大きいと言えると思いますね。さらにはもうすぐ、ヘカリムエビ選手レベル6になると思いますからレベル6になったタイミングで仕掛けに行くことも可能だと思います。
さあミニオンをブロックして渡すといった動きをしてますね。トップレーンの有利を明け渡さないために、アストラル選手が、まあ、壁となってミニオンを維持していましたね。 TF までもがトップに飛ぶ可能性もあるということを考えると、ボンジー選手先ほどのような積極的なレーニングはちょっと難しいかもしれないですね。もうすでに狙ってますね。うろうろ、さあこれにどう対応するのか。ミッドレーンではバックハテナピンは出てきました。面白いのはアルビンゴ選手ファーストアイテムでイオニアブーツを買っていますね。はいはいはい、これはまあウルトのクールダウンということも考えた上でのアイテムのビルドの進め方だと思います。さらにはここからリッチベイに進んで、単体へのバーストダメージを上げていこうというようなビルドにしていくのが予想されますね。あーっと、あこれはうまくブリンクで避けてフラッシュ。さあフィアを手前にさせない、そこにイコライザー、アルビンゴウルトで入ってきましたが、トゥルーショットバラージ、いいダメージが入っていく。エビ選手のライフがロー、一旦バック、うまく返しましたね。セブンセブンとしては狙いのトップレーンのピックアップといったところはできませんでしたね。お互い狙い通りの動きといった形ですね。いやー、やはりセロス選手ファーストアイテムをティアブザゴッテス、そのアタックダメージやアタックスピードが上がらないアイテムにもかかわらずミッドレーンで有利を取ってますね。ただ今戻ってくるレーンのシーンだけでヘルス5割取りましたからね。たったこのプレイヤーは本当にレーニング強いですね。素晴らしい。これで通常ミッドニーズレーンをピックした場合、ミッドレーンで有利を取れずに、逆に圧力を受けてしまってジャングルのコントロールや視界のコントロールを奪われてしまうことがよく多いんですが、これで明け渡さないというのはフォーカスミにとってはかなり大きいと言えると思いますね。さあサンス選手はリコールをせずにかなりジャングル回っている形ですね。現在レベル5、受け渡しは成功しましたね。サン選手今度はボットラインに行く動き、サクロックで仕掛けている。ロケにはマナがないし、いぞこれレベル6にもならない。さあ無益ウルト発動、おお竜巻みたいに打ち上がった。さあただクロックでウルトを使ってダイブしに、ここにテレポートが入ってくる。一旦バックをする。エグゾーストでサンが止まっているが、アルビンゴのゴールドカード、ファーストボールを取っていくのはアルビンゴ。ミッドレーナーのアルビンゴ選手の視界がなかったですかね。まさか寄ってるとはという形の動きでしたね。トボン選手先ほど置かれたばかりなのかもしれないですね。今のワードは確かにいるといった予測の動き方ではなかったですね。さあファーストドラゴンゲットしたのはイモータル77。ゴールドカード即クレンズ。エビ選手タックルはフラッシュ。サマナースペル2枚落ちましたか。ナイスプレー。先ほどとは打って変わってセブンセブンが序盤からかなり圧力を与えにいってますね。そして、まあ、トップレーンのところではうまくいきませんでしたが、ボットレーン、ミッドレーンと立て続けに有利を取りにいっていってます。セブンセブンが試合のコントロールを握っていると言ってもいいと思いますね。やはりその鍵になっているのはミッドレーナーのアルビンゴ選手、TF ですね、トゥイシットフェイト。このチャンピオンがどれだけロームできるかが序盤から中盤にかけてのセブンセブンの有利といったものに大きく影響すると思いますね。なるほど。さあリプレイ来ましたね。やはりミッドレーンのところにワードないですね。あーないですね。 TF の視界が全く、 TF の動きが見えてないですね。あとボンジー選手、こっちウルトは上がった、あ今上がったんですね。今上がったんですね。ちょっと今使うにはもう遅いですからね。タイミングが非常に悪かったですね。トップレーンのところで使ったばかりでしたか。あとトゥイセットフェイト、今かなりこのクールダウン靴 15% のクールダウンを確保する靴を初手に買うプレイヤー、まあ、トッププレイヤーでもかなり今多いじゃないですか。理由っていうのは何なんですか。やはりウルトのクールダウンが 15% 短くなるということ、さらには、まあ、スタンカード、まあ、スローの可能性もありますが、このスキルの回転数が非常に上がることが大きいと言えると思いますね。ということはかなり飛び回りたいと。そうですね、ウルトのクールダウンの短さを生かして何度も何度も左右のレーン、もしくは敵のジャングルに入っていくような動きを求められると思いますね。
さあミッドレーンへいきなり圧力を、かけ始めたのはイモータルセブンスヘブンですが、これ対応してますね、アストロール選手。さあ3、サマナースペルがないですからね、セロス選手。これはクロックデイ選手も寄っている、寄っている。あっと、ただウルトで確認しましたね、今アルビンゴ選手。即座にダイブをやめる形。いや、判断素晴らしいですし、アストロール選手もよく気づいていましたね。はい、さあピンコアドを置いてワードまで壊しました。今の動き、アストロール選手あってこその動きでしたね。一つセロ選手は救われるような形になりましたね。せめてそうですね、クレンズのクルダウンが上がるまではああいったような補助が必要になってくると思いますね。さあ、こういった動きができるのがやはりトッププレイヤーやトップチームというべきですかね。しっかりと相手の狙いを読み切ることができると、出なければああいった動きできないですからね。高度な判断能力や、推測能力が求められるような動きですよね。さあ、そしてエビ選手、さすがやはりレーニング強いですね。カウンターチャンピオン取られてもラストヒット3の差で抑えてますね。いや、やはりこのプレイヤー非常に素晴らしいですね。それでそうですね、フェイジと支援を積んだ段階である程度の圧力といったものが生まれると思いますからね。ちなみになんですが、5.13 パッチっていうのは AP アイテムかなり変わりましたよね。ランブルにとっては影響としてはどうなんですか。ハンティングガイズの上位の、名前を忘れてしまいました、日本語だと上位仮面とよく言われるようなあのアイテムが強化されたことが本当に大きいと思いますね。 80AP 上がりますからね。さらにはリライズクリスタルセプターでしたか、名前、あのスローの杖のアイテムも強化されましたね、はい。ドットダメージや AOE ダメージ、ドットダメージじゃなく AOE ダメージの場合でも 40% のスローが乗るようになりましたから、ランブルにとってはかなり大きなバフと言えると思いますね。非常にアイテム相性がいいと言われているとだと思いますね。 5.13 になってから ELCS を見るとランブルのバンが非常に増えたなという印象がありますね。一般的にはどう言われてるんですか、 AP アイテムの変更で。 AP アイテムはナーフされたという人とこう強化されたという人といろいろいるんですけれども、やはりラージロットから派生するアイテムは一般的にはナーフされたと言えると思います。ですからラージロット派生のアイテムをよく積むようなチャンピオンにとってはナーフと言えることが多くなると思います。一方で、それ以外のアイテム、つまりリライズクリスタルセプターであったり上位仮面であったりといったアイテムをよく買うチャンピオンにとってはバフと言えると思いますね。ですからチャンピオンごとに、影響は大きく変わってくると思いますね。なるほど、チャンピオンごとということですね。これクロックデイ選手もローミングしてますけど、ロケニア選手も対応してるんですね。ボットレーンからクロックデイ選手が消えたタイミングで動いてくるだろうと、そして動いてくるとしたらトップレーンだろうということですよね。これアイスボンガントレっていきますか。そうみたい、やはり引き打ちのところでアイスボンガントレットのスローというのはかなり効果的ですからね。それを見据えての相手のビルドの進め方だと思います。さらには若干アーマーが上昇するというのも見逃せないですね。ヘカリムに対して、一つカウンターといえるアイテムになるかもしれないですね。さあミッドシージ一度展開しましたけど、ここはイモータルセブンスヘブンカバーに入る。さあミッドタワーでは、イモータルセブンセブンがかなり有利取ってますね。おお、トゥルーショットバラージ当たってリコール一度阻止。これにはたまらずアルビング選手ここまで下がりましたか。この動きによってタオ一気に削れる可能性が十分ありますから、今の見逃さない好プレーだと思いますね。あ、エクサイがカバーに入りましたね。さあ3選手ウルトを使ってミッドレスカバー削らせたくない。先にタワー取りたいでしょうからね、ツイストヘイトとしてはかなり取りたいでしょうね。ミッドのファーストタワーも取りたいですし、サイドレーンのタワーがないだけでもそのウルトの成功率、ローブの成功率といったところも関わりますから、セブンヘブンとしてはタワー取っていきたいんですか。そのためにこうクロックデイ選手はかなり先ほどからローミングと、各レーンにかなり動いてますけれども、少し決まらないといった。そうですね、うまくフォーカスミーが対処していると言えると思いますね。おっと、そしてドラゴン開始したのはイモータルセブンセブンが即座にやめましたね。こういったドラゴンの前に集まってしまうと、後期とイズリアルのポークがかなり影響を与えてくると思いますから、すぐさまやらない限りは厳しいかもしれないですね。睨み合いの状況を作りたくないですからね、セブンセブンは。
さあ即座にやめましたね。睨み合いは嫌だと。ポークであればデトネーションをかすみの方が有利と。そうなってると思いますね。あ、無益選手がポーク対策でしょうね。ブラッドサースターを変えましたね。一般的にはインフィニティエッジを買うことが多いんですが、ライフスティールと、まあ、ブラッドサースターのシールドを、求めてこのアイテムにしましたね。さあこれで一つポーク対策と。そうなってると言うと思いますね。レーニングにおいても強いですよね。やはりダメージのトレードのところで、そしてシールドがかなり大きく影響すると思いますからね。インフィニティエッジと違ってブラッドサースターの場合はこのアイテム単体だけでも一つ大きく強くなるというのがポイントになると思いますね。さあこれでメキ選手どういったライディングしてくるのか一つ注目ポイントになりそうですね。ただトリニティフォースもすでに完成してますね。ここでフォーカスミニの後期パースパイクを迎えたと言えると思いますから、この後期を生かしてユタポン選手を生かして有利を取りに行く、もしくは試合を動かしていくことが求められると思いますが、さあ今回もゆっくりした展開、現在17分ゲームが経過しましたが、今のところどちらがこう有利不利、これも特にはないですかね。先ほどまでは77側の方が有利だったと思いますが、ジージーとフォーカスミ側がうまく返せていたというのも77の狙いをうまくいなしていたわけですから。おっと、さあ来ましたね、アルビンガ選手。そこにはイコライザーを置きますが、アルビンガ選手かなりライフが低いぞ。フラッシュを避けましたね。今トゥルーショットパラージュ避けました。ただこれでドラゴン相手に渡すことになりますか。エビ選手のキル、素晴らしい好プレー。いや、そしてドラゴンはさせない。これができないのは痛いですね。さらにはエビ選手テレポートもありますからね。いや、アルビンゴ選手非常に素晴らしいプレーでした。いやー、セブンスヘブン相手にオブジェクトを渡さないことになりますか。いや、素晴らしいですね。ここハン選手、クロックレイ選手、ムエキ選手、見事なコントロールができたと言えると思いますね。ボンジ選手テレポートありますか。ウルトはありません。エピ選手もウルトはない状況。さあドラゴン開始したのはイモータルセブンセブン、5人がもうすでにグループアップしている状況か。おっと、ユタポン選手がアルビンゴ選手を狙いに行く。もうドラゴンは見捨てたという形でしょうか。あとドラゴンは700、600といったところ。さあこれで2スタック目。しかしフォーカスミーとしてはオブジェクトが取れてないというのは一つ痛いですね。こうこの睨み合いのところで敵のヘルスを削ってタワーを降りに行きたいですが、さあただ CG 展開をしています。 2AD キャリー、ユタポン選手がタワーを持ってまずは1本目。これは一つ最低限のオブジェクト取れたと言えると思いますね。しかしセブンセブンからするとトップのガンクでエビ選手が育った、なおかつ相手にドラゴンも渡さずになおむしろドラゴンを取った、オブジェクトの交換だけで見るとセブンセブンの方が一つ上回っていると言えると思いますね。しかしミントのファーストタワーというのはかなり重要なオブジェクトですね。これを生かすことができればフォーカスミはこの後返すということはできると思いますが、さあイモータルスセブンセヘブン、またいった、アルビンゴフラッシュを切った凡人、ただゴールドカード素晴らしい。さあルビンゴが暴れる、スローをもらって少しゴールドカードが届かない位置まで行きましたが、3まで集まってイージーキル。さあ3キル目、暴れるアルビンゴ。やはりウルト何度も何度も使って少数戦を起こしていってますね。セブンセブン狙い通りの動きができていると言えると思います。フォーカスミはちょっとここのところ先ほどまでは対処ができていたと思うんですが、急に対処ができなくなってしまいましたね。というのもセブンセブンのペースが速いですね。やはりウルトの回転率を上げてますからね。これは本当に大きいと思いますね。おっとブルーバフを取ったのはサンス選手。イズレルに対して、アホバフを与えなかったというのはちょっと大きいと思いますね。あともう1分では上がりますね。TF ディスティニーでしょ。ディスティニーですね。早いですよね一応、ある程度の距離はあるんですよね。そうですね、決まった距離が、グローバルというよりも確か1500から2000といった距離の制限はありますが、ミッドレーンからちょっと動けばそれでも動くだけのかなり射程の長いスキルですからね。これを生かしていきたいですね。そして次のアイテム、ね、リッチベンの次のアイテムをゾニア
砂時計にしましたね。これは敵のバックラインに入っていくことが多いですから、どうしてもフォーカスされてしまいます。ゾニアを使ってそのフォーカスをさばいて、その間に味方にバックラインに入ってきてもらってという形を作りたいということだと思いますね。ここまでセブンセブンは狙い通りの動きができていると言えると思いますし、ビルドも進められていると言えると思いますね。リッチベインももうできてますし、ラージロットまで購入。次はゾーニャー行きますか。そうなると思いますね。一方フォーカスミーとしてはオブジェクトが一つも取れてないわけですから、ちょっと辛いですね。あー、このコンビネーション、もう一度。ただここにはロケには寄っていたアルミゴ選手、あ、かなり前出過ぎた。エグゾーストをもらってバーストをもらいました。ゴールドカードを仕留めていく。最後は3、アルビンゴが暴れまくっています。完璧ですね。今のところフォーカスミーもうまく対処したんですが、やはり育った TF、 さらには、まあ、シビルのウルトもあったといったことでディセンゲージしきれませんでしたね。さあ、ビオ5になるとこういった一つチャンピオンプール、さらにはこういった作戦の戦略面の豊富さというのも一つ強み、強さになりますからね。なりますね。こう対処が非常に難しいですよね。先ほどはポーコンプだったのに、一転してこういった少数戦や敵のバックラインに入っていく構成に変えてくるわけですからね。ドラフトのところでの読みは非常に難しいもの、互いに難しいものになっていると言えると思いますね。さあ、個人金額少し見てみましょう。このようになっております。アルビンゴ選手7900、もうすぐ8000ゴールド、圧倒的ですね。 CS のところではいずれセロ選手が勝ってはいるんですが、やはり度重なるサイドレーンのロームを生かしてゴールドのところ有利取っていますね。おっと、フラッシュからのダブル Q。 さあ、ボンジー選手を狙う動き、イコライザーを置いてますが、エビ選手がもう関係ないが、そのイコライザーがいい形に入った。クロックデイもスローになってウルトが切れた。ただ3人打ち上げている。アルビンゴ寄っている。ゴールドカード一瞬。さあ、アストロールウルトを使ってヘルソ回復するが、ここには無益。さあ、移動速度がアップするが、ユタポン1キルは逃さない。セロスも寄っているが、さあ1キルは拾えない。4242からのフラッシュインからのレッドカードになった。レッドカードだ。さあ、タワーダイブになっている。ブリンクでうまくよけてタワーダイブもらう。さあ、ディスティニーで裏に入ってーす。無益はノーデッド。アルビンゴ選手うまいですね。これがアルビンゴ。いやー、会津の目でアルビンゴ選手の特徴を言ったと喋った時に、無益選手をカバーをするサポートタイプのプレイヤーなんじゃないかと言いましたが、この試合は見事キャリーしてますね。純粋なダメージディーラーとして、そして敵への圧力を与えるプレイヤーとして見事にパフォーマンスを見せてますね。あ、アルビンゴ選手のアルビンゴ選手によるインフゲーム展開といったような、なんていうか、トゥイスティッドフェイトを使うのであればこういった動きをするのがいいんだよというようなデモンストレーションと言えるようなレベルでどん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 成功させてますよね。さあ、これでドラゴンが湧きました。イモータルセブンセブンが取れば3スタック目になります。ただエビ選手はトップレーンやテレポート上がっていますね。そしてウルトも上がっていますね。ボンジン選手もトップレーン走りましたね。テレポートお互いに上がっている。ただあのホームガードありますね、エビ選手。ここで一旦押してリコールしてベースに戻ってというような動き。ただワードがありませんか。ホームガードをするワードが少しモータルセブンセブン抜けていないですね。そうですね、ワードのスタックもちょっとなさそうですか。一応アルビンゴ選手がワード持っていますが、置きましたね。置きましたね、こちらに置きました。あ、もうすでに警戒ピンも出されてはいます。いけるよというピンも出てますね。あ、ホームガードはせずに走ってますね。さあ、サイドプッシュが得意なアルビンゴ選手、このトゥイステッドヘッドからは目が離せないですよ。それに対してミッドを押し切る選択をしましたか。一度ミッドを押し切って敵をドラゴン前から剥がして、そしてドラゴンを触りに行こうということかもしれないですね。
さあボットレーンの調整は進みましたね。妹たらせましたアルビンゴ選手がかなりいい形でプッシュをしました。いやアルビンゴ選手入りますよ。これ裏に入ってますね。さあ入っている、3も入っている。エビがそこに来るがうまく守れるかよ。なんということでしょう、アルビンゴ選手が一瞬でロケネス選手をダウン。そしてメイキが後ろから入る。イコライザー攻撃に当てましたが、アルビンゴゾーニャガールダブルキル持っていくな。メイキトリプルキル。さああとはユタポンを倒しきってクワドラゲット。完璧でしたね。比較的こういう構成の場合、集団戦敵のバックラインに入っていく動きの時に、抑えられてしまうと逆にフォーカスを前線が受けてしまって反転せざるを得ない状況になることが多いんですが、ポジショニングが非常に良かったですね。相手を囲むような形を作り上げていたので、フォーカスミーとしては誰をフォーカスすればいいのかというような状況になっていて、対処のしようがありませんでしたね。しかもあのゴールドカードでジャンナ飛べたの大きかったですよね。大きかったですね。リセンゲージの瞬間を潰したというのも、ウキニア選手見事リセンゲージしてるんですが、これですぐさま落としたことによってウルトが使えませんでしたよね。これで回答する能力がかなりフォーカス右側落ちました。そしてランブルのウルトもちょっと遅かったかなという感じありましたね。引き打ちの状況全く作れず、セブンセブンの狙い通りのバックラインの圧力といったものが生かせるような陣形、そして集団戦の形になりましたね。おっとこれは見えている、いやあー見えた、影が見えた、影が見えた。今エッコの影が見えましたかね。4秒後の世界、さあエビ選手を狙いに行く。エグゾーストスロー、エグゾーストスロースロースロー、イコライザートゥルーショットバラージ。いや見事なピックアップですね。あらかじめポジションを取っていて視界を取りに来たところ、バラメの圧力をかけたところにピックアップ。ここフォーカスミーもただではやらないとという形作ってますね。さあバロンはスタートはしない。あっとバロン触った、バロンを触った。アスタロ選手の死んだハークが発生してしまいましたかね。おっとただアルビンゴ選手はこれ捕まってる。おっとゴールドカードから、あーっと残り少ないライフだ。視界は取ってる。フラッシュゾーニャ、さあシャットダウン。ここを度重なるピックアップでフォーカスミーがなんとか返していってますね。これキャリー陣2人をヘカリムと TF という強力なキャリーを落として、その間にマップコントロールを取り返すことが可能になったと言えると思いますから、フォーカス面はまだまだ分からないですが、ただグローバルゴールドのところで6000ゴールド離れていますし、一気にオブジェクトまでつなげることもできてないですから、まだそれでも厳しいのかなという展開になってますね。だん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 あれですよね、ヘカリムの時間に、これで防具が完成するとですね、ちょっとどうしようもないと言えるかもしれないですね。これで、フローズンハートができ、さらにはヘルスを積み、そうですね、バンシーズ・ベイルであったり、もしくは W のヒルとの相性を考えると、スピリット・ビサージュですか、を積むと、不沈感に近い形になりますからね。もう前までのところで逆転の要素を突き出したいですが、さあ3入ったロケニア選手が狙われているが、うまく回答するが、ここにアルビンゴ、さあゴールドカードユタポン選手は狙いに行く。エビが捕まえてクロックデイの2人の打ち上げ、そしてレッドカードでの AOE スロー。2キル持っていくのはイモータル77。コウキトとそしてジャンナ落としたのは大きいですね。そして戦った場所がジャングル内部といったところで、引き打ちするための空間といったものが全くなかったですね。セブンセブンは素晴らしい場所でエンゲージしたというところ。おっと反転、バロンはやめた。イコライザーがいい形に入った。これはと思わずやめている。さあただバロンのライフが残り少ないぞ。アルビンゴもう一度ゴールドカード、ボンジ選手を狙いに行く。さあバロンゲットしたのはイモータルセブンセブン。試合のこうアグレッシブさといったところ、まあ、ラウンド10までのところで、まあ、何度かちょっと慎重すぎますねとセブンセブンに対して言っていたことが多かったんですが、この試合特にこのセビファイナルはかなりアグレッシブですね。試合の展開が非常に早い、いつの間にか30分になっているというような密度の濃いゲームになってますし、いやセミファイナルに向けてセブンセブンは仕上げてきているなという印象を受けますね。さあゴールドカード
立巻一度解説する仕上げてきているモータルセブンセブン。後期とイズリアルウェーブクリアありますが、バロンバック、ここは一瞬で割れますか。さあ、イージー、おっ最後はキャノンミニオン。この BO5 は一つキャノンミニオンはある意味キーになるのかもしれませんけどかもしれないですね。ここで、まあ、バナーボコマンドを積むチャンピオンはいなさそうですが、まあ、強力さといったところは1戦目で証明しているわけですからね。さあ、エビ選手もう非常に強い時間帯で装備も整っていますから、ここ一つ気になるのは、ね、ランブルが上位仮面に行けずに相手の、まあ、少数戦対策のゾニアザワグラスを買わざるを得ない状況になっているといったところが集団戦のところで影響しているかもしれないですね。ウルトのダメージがこれで随分と下がっていると言えると思いますからね。さらにはジャンナがまだ見返りができてないんですよね。 CC への対策のアイテムができてないといったところも一つフォーカス見通しがまだ辛い状況になっている要因になっているというと思いますね。あとはアルミンゴ選手やはり育ってますね。カードがかなりいいダメージが入りましたね。デスキャップまでできてますからね。はい、非常にいいダメージを出しているのはアルミンゴ選手。もうこれはインナーターンもいけると判断しましたね。そしてトップレーンはエビ選手が追っていると、一気に3本2本ですかね、2本とインヒビターまでゲットしたのはイモータルセブンセブン。1万3000ゴールド差、32分30秒。そしてドラゴン4つ目を確保しますね。これはフォーカスミーとしてはちょっと逆転の目を作り出す可能性はかなり低いというような状況になってますね。非常に盤石とそう言えると思いますね。セブンセブンが3回集団戦に負ければフォーカスミーはそこから逆転の目は作れると思いますが、3回ですか。多分3回必要だと思いますね。1回でインヒビターが湧く時間が稼げて、2回目でマップのコントロールが取れて、3回目で押し上げることができるというような状況になると思います。ただ今回のセブンセブン非常に仕上げているというような印象を受けますから、そういったミスは犯さないでしょうね。フォースドラゴンリーチ、こう試合が長引いたとしても5ドラゴンの圧力があるということを考えると、まあ、セブンセブンの勝利はほぼ確実と言えるような状況になったと言えると思いますね。まあ、あとはどう安全にゲームを終わらせるか。そうですね、まあ、そこが一つフォーカスポイントになると思いますね。それに対してショーカスミーがそのミスをどうついていくかというところですよね。そうですね、まあ、やはりインヒビタータワーを割る状況、もしくはネクサスのタワーを割る状況といったところが、まあ、AOE のダメージを重ねやすい、固まりやすい状況になっていると思いますから、そこを見逃さずに、ついていきたいところではありますが、セブンセブンがそういった状況を作り出すとはちょっと思えないですね。さあ、トップに4人、そしてボットにアルビンゴ選手を1人置く、それに対応するのはボンジンス選手。おー、ゴールドカードと9だけですよ。それだけで7割吹き飛びましたねそしてここで攻撃を避かざるを得ない。はい、タポン選手が今度は対応 AP606、 リッチベインまで持ってますね。非常に、さあフラッシュイン、ゴーイ、ゴールドカード、ビッグダメージ、7割ですよ、7割いやー、スノーボールしたツイスティッドフェイト、どうしようもないですね。アルビンゴーさん、無益ウルト発動、イコライザーいい形には入っているが、綺麗にクロックデイが3人打ち上げている。さあ3が前に出て、無益がフリー、タワーダメージを少しもらって危ないシーンですが、エグゾーストを打たれている。タワーをうまく切って味方にもらってもらうという形を取っていく。さあ4キルゲットしてネクサスタワー、リッチベインがあるので非常にアルビンゴ選手割るのが早い。ダブル Q で稼いで、エビ選手手前にノックバックしようとするシーンですが、少し間に合わなかった。さあネクサスタワー2本割れました。ここでタポン選手が上がりましたが、ネクサスアルテに3戦目勝利したのはイモータルセブンスヘブンとなりました。いやー強かったですね。
アルビンゴ選手見事試合をキャリーしたと言えると思いますね。何度も何度もクールダウンが上がるたびに使うようなペースで使って、そしてサイドレーンを破壊していって試合の有利を作っていった素晴らしい試合運びでしたね。アルビンゴですね。ダメージディール見てみたいと思います。このようになっております。